どうも、よしのりです。ここ最近は対談動画ばかりでしたので、今回は久々にエレメント解説やっていきたいと思います。そして今回のお題はフーディニーマウント。こちらのバリエーション解説をしていこうと思います。このトリックのバリエーションを覚えることによって、基礎的なコンボなどつなぎを作ったりすることができますので、今回ぜひとも覚えていただけたらなと思います。それでは早速行ってみましょう。FG Neighbors。今回のチュートリアル動画では、自社製品のレイドバックスイングオーセンティックのクリアを使用して行っていきます。まずはフーディニーウィップ。まず技を通す前にトラピーズをした時にトラピーズをつまみます。そこでウィップの練習を何度も行ってください。マジックドロップの時も行ったスローハンドの一巻きを加えウィップの練習をしていきます。手首のスナップを使って輪を作るイメージです。この手の動きによってウィップが飛ぶようになってきたら、続いてはトラピーズから少し跳ねる小ジャンプのような動き、ここが意外と重要となってきます。ヨーヨーが上にジャンプする動きに沿う形でストリングを少し滑らせるのがコツです。トラピーズをしている側の人差し指にテンションがかかっていることをしっかり確認してください。この動きに慣れてきたら、続いては先ほどのウィップと合わせるとフーディーニーウィップの完成です。ジャンプしきったタイミングでちょうどウィップがかかるとかなり綺麗な形にすることができます。続いて POV 視点です。この小ジャンプを行うと人差し指にテンションがかかり、ヨーヨーが空中で一瞬鈍くなるので、そこをめがけてウィップをかけていきます。最後に全体の流れを見ましょう。フィニッシュ。続いてクラッシュはナッシングから作るフーディーニーウィップマウントです。まずはじめにクラッシュオアナッシングを作ります。このクラッシュオアナッシングで親指にかかっている部分をヨーヨーにかけることでフーディーニーウィップマウントの完成です。続いて POV 視点です。クラッシュオアナッシングで親指にかかった糸をしっかりかけていく。最後に全体の流れを見ていきましょう。フィニッシュ。続いてスライドして引っ掛けて作るフーディーニーウィップマウントです。まずトラピーズをした後スローハンド側を一巻きします。マジックドロップをする前の形です。親指と人差し指の間にある糸をしっかり広げ、それをヨーヨーにかければ完成となります。続いて POV 視点です。ヨーヨーが親指と人差し指の間を通るので、チョップスティックのようなイメージになると思いますが、怖がらずに挑んでいきましょう。最後に全体の流れを見ていきましょう。フィニッシュ。続いてトラピーズから作るフーディニーウィップマウント。まずトラピーズをした後スローハンド側を一巻き、その状態から人差し指をトラピーズの中に入れ込みます。そのままマウントすれば完成です。続いて POV 視点です。
のエレメントはトラピーズからすぐに行うことができるので、コンボなどのつなぎに便利だと思われるので、ぜひこの際に覚えておきましょう。最後に全体の流れを見ていきましょう。Finish. 続いて 1.5 マウントから作るフーディニーウィップマウント。まずは 1.5 マウントを作る形からワンハンド状態にしていきます。勢いはそのままに、ワンハンドトラピーズを人差し指で取ります。そのままマウントすれば完成です。続いて POV 視点です。 1.5 マウントの容量で作ったワンハンドトラピーズの流れを殺さずにフーディーにウィップマウントを作ってください。最後に全体の流れを見ていきましょう。 Finish. 続いてジャーブルを半分行ったような形から作るフーディーにウィップマウントです。まずはトラピーズをした人差し指を中心にトラピーズごと左回転します。回転したトラピーズの輪の中に指を入れ、引き上げるようにマウントすれば完成です。続いて POV 視点です。こちらはトラピーズ2フーディーニーウィップマウントの逆バージョンともいえるエレメントとなっております。最後に全体の流れを見ていきましょう。 Finish. 続いてツイステッドマウントから行うフーディーニーウィップマウントです。まずはアウトサイドツイステッドマウントを作ります。続いて一番端のストリングをスローハンドの指でつなぎ、ヨーヨーの周りを1回転させエスケープします。手前からヨーヨーをストリングスに乗せて完成です。続いて POV 視点です。このフーディーニーウィップマウントの作り方は前回紹介したエレメント解説のツイステッドマウントの動画を参考にしてもらえるとメイクは近いと思います。最後に全体の流れを見ていきましょう。続いて一度作ったマウントが崩れてフーディーニーウィップマウントになる作り方です。まずはスローハンドを一巻きしてダブルアナッシングを作ります。ダブルアナッシングができたら一番手前のストリングをトラピーズハンド側の親指で押さえます。そして2度マウントして親指を解けば完成です。続いて POV 視点です。ダブルアナッシングを作った後のこちらの親指で押さえる部分がかなり重要となります。最後に全体の流れを見ていきましょう。 Finish. 続いて奥行きのある動きを使ったフーディーニーウィップマウント。トラピーズを押した後スローハンド側のストリングスをトラピーズを中心に手前から奥に1回転させます。トラピーズの輪に指を入れ込み引き上げながらマウントすれば完成です。
続いて POV 視点です。スローハンド側の腕がトラピーズをしているヨーヨーを避けながら作り上げるような奥行きのあるエレメントとなっております。最後に全体の流れを見ていきましょう。フィニッシュ。最後にリバースラセーションから行うフーディーニーウィップマウント。リバースラセーションでトラピーズを作り、そこからフーディーニーウィップをかけていきます。続いて POV 視点です。空中にヨーヨーを跳ね上げている間に2つのエレメントを行わなければいけないので、かなり忙しいトリックとなっております。最後に全体の流れを見ていきましょう。フィニッシュ。いかがでしたでしょうか。フーディーニーマウントは 1A をやっていく中でとてもたくさん出てくることの多いエレメントの一つとなりますので、今回のバリエーションを覚えていただいた方は今後ヨーヨーをしていく中でかなりスムーズにつなぎやコンボを作ることができるようになると思います。今回のこの動画がいいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン押していただければ幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。では。